ルイストンは、アメリカ合衆国アイダホ州、ネズパース軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。人口で見ると、アイダホ州の北部地域では、コーダリン市に次いで、第2位、州全体では、第9位である。ネズパース軍とワシントン州のアソティン軍にまたがる、ルイストン都市県の中では、主要都市である。2010年国勢調査で、 の人口は3万1894人だった。ルイストンはスネーク川とクリアウォーター川の合流点にあり、ロワー,ーグラニットダム川、北西30マイルの位置にある。スネーク川とコロンビア川にダムと拷門があるために、ルイストンには海洋船で来ることができる。ルイストン港は間補修で唯一の海港であり、 アメリカ西海岸では最も内陸かつ東にあるという特徴がある。空路ではルイストンネズパース群空港を利用できる。ルイストンの街はその北東にあるピアースの近くで1860年に始まった。ゴールドラッシュの流れで1861年に設立された。1863年には新設されたアイダホ順州の州都になった。 しかしその地位は短命に終わり、1864年12月7日に、州都ボイ市に移す議案が、アイダホ準州議会により可決された。ルイストンの主要産業は、農業、製紙、お及び木工製品であり、また、軽工業もある。市内には、公立の学部カレッジであるルイス・クラーク、州立カレッジがある。文化活動としては、ドッグウッド祭。 ホット・オーガスト・ナイト及びルイストン・ラウンダップがある。ルイストンを訪れた最初のヨーロッパ人は1803年、デイビッド・トンプソン遠征隊のメンバーだった。トンプソンはイギリス領北アメリカのハドソン湾会社のために、毛川交易基地を設立できる場所を探しており、アイダホでは初の白人入植地となるマッケンジーポストを設立した。 しかしこの地域にいたネズパース族インディアンの男たちはビーバーを罠で捕らえるのが女たちの仕事と考え部族全体が海遊性であり女たちはすでに十分に捕らえたと考えたのでこの基地は失敗することになった1805年10月にはルイス・クラーク探検隊がこの地域を訪れた後にルイストンの街となる場所には ネズパース族インディアンの集落があった。ルイスとクラークは1806年の太平洋からの帰り道でもこの地域を通過した。ルイストンの街はメリーウェザー・ルイスとビクター・トレビットの故郷であるメイン州ルイストンの両方にちなんで名付けられたが、住民はトレビットがそのアイディアを提唱した理由を知らなかった。トレビットは単に ルイス・クラーク探検隊の日誌でこの街がある渓谷について述べていると語っただけだった。ルイストンの街は、その北東にあるピアースの近くで1860年に始まったゴールドラッシュの流れで1861年に設立された。現在のアイダホ州では、最初の新聞であるザ・ルイストン・テラー紙は1862年にワシントン・ジュン州に属していた。 ルイストンの街で発行を始め、1892年9月には、現在あるザ・ルイストン・モーニング・トリビューンと合併した。1863年、ルイストンは新設されたアイダホ・ジュン州の州都になった。ルイストンの初期3人の白人入植者の一人である、トマス・ J ・ビールが、ルイストントリビューンの最初の記事の多くを執筆しており、89歳で、 亡くなるまで執筆を続けた。ルイストンの準州都としての位置づけは短命に終わった。アイダホ北部でのゴールドラッシュが静まり、南西部のアイダホシティを中心とする地域で、新しい鉱山ブームが加熱し、アイダホシティは1860年代半ばに、太平洋岸北西部で最大の人口を抱える都市となった。 1864年12月7日に州都をボイ氏に移す議案がアイダホ準州議会により可決された。これは準州議会が合法で始まる6週間前のことであり、地理的協会に関する訴訟で準州最高裁判所の判決が一票差で割れた後のことだった。ボイ氏は1866年に準州都となった。この変更は アイダホ北部では大変不人気であり、裁判所命令に違反するものだった。淳州知事のケレーブ・ライアンと、準州州、ストム長官が、密かに、州省、文書及び動産を持ち出し、当時の準州トルイストンから逃亡した。ライアンは川を下って、オレゴン州ポートランドに行ったが、この度の間に、蒸気船の船室から動産を盗まれたとされている。準州州、 ストム長官は、南のボイシに向けて出発し、きっと起こると見られていた大衆の暴動を避けた。アイダホ北部の人々は、1889年、ルイストンの北30マイルのモスコーに、アイダホ大学ができることでいくらかなだめられた。1893年には、州立市販学校ルイストン校、現在のルイスクラーク州立カレッジが設立された。また、 南部のツインフォールズには別の市販学校が設立されたが、現在はなくなっている。ルイストンでは1862年にアイダホ発の公立学校が開校された。それ以来、ルイストン独立教育学区は、アイダホ州の第一教育学区となっている。ルイストンは、スネーク川とクリアウォーター川の合流点にある。すぐ西には、ツインシティの小さい方の片割れである。 ワシントン州、クラークストンがある。北向きに流れるスネーク川は、ヘルズ峡谷を離れて、ワシントン州との宗教を形成し、西に流れるクリアウォーター川が、市の北側境界になっている。この2つの川は、市の北西宮で合流し、スネーク川の下流は、西のワシントン州に向きを変え、4つのダムを過ぎた後、バーバンクでコロンビア川に合流する。 市の北西30マイルには、ロワー,ーグラニットダムがあり、スネーク川下流にある4つのダムでは最も上流かつ、最後のダムである。スネーク川は、コロンビア川の支流では、最大のものである。このダムは1972年に完成して、ルイストンまでの川の水位を上げ、新しい貯水地である、ロワー,ーグラニット湖の東端に、ルイストンがあることになる。 これらのダムを呼びそこに拷問があることにより、ルイストンには海洋船で来ることができる。オレゴン州アストリアで太平洋に注ぐコロンビア川川口から465マイルのルイストン港はアイダホ州で唯一の海港であり、アメリカ西海岸では最も内陸かつ東にあるという特徴がある。材木や穀物などの商品がルイストンからスネーク川と、 コロンビア川の水系を経て、太平洋まで積み出されている。ルイストンの主要産業は、農業、製紙業及び、クリアウォーター製紙会社が所有し創業されている、製材所で作られる木工製品であり、また、蛍光業もある。スネーク川に沿った地域の大半は堤防によって、洪水から守られている。堤防の大半は、アメリカ陸軍工兵司令部が維持している。 ルイストンは、北46度25分00秒整形117度01、分04秒、北46.41667度整形117.01778度、46.41667-117.01778に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、この内陸の町の地域全面積は17.2平方マイル。 この内陸地が16.5平方マイルであり、水域は0.7平方マイル、水域率は4.01%である。ルイストン中心街の標高は756フィートであり、川物740フィートよりわずかに高いだけである。中心街から離れると標高は急速に高くなる。人口の多い市の南部はジオーチャーズと呼ばれている。このたりは、 中心街よりかなり高く、以前はこの地域を覆っていた果樹園にちなんで名付けられた。現在では果樹園の名残がほとんどないが、この地区の住居裏庭には多くの果樹が植えられている。ルイストンネズパース軍空港が南西の大地の外れ標高1438フィートの位置にある。アイダ内で最も標高の低い地点は、 ルイストン市内のスネーク川沿いにあり、そこから、アイダホ州を出て、ワシントン州に入っている。ルイストンは、ステップ気候にあり、冬は寒く、夏は暑くて、やや乾燥する。ネズパース群庁舎市内北端に、全長10マイルの古い高規格道路があり、パルンスと同じ高さにある、ルイストンヒルまで標高差2000フィートを上り、ほとんど使われていないが、 真に冒険好きな旅行者や一部事業者を呼び、住民のいくらかはそのパノラマを楽しむことができる。この道は、オールドスパイラルハイウェイと呼ばれ、カーブが64カ所ある大変曲がりくねった道であり、1971年に開通し、その後の62年間は、北部の主要道路だった。地域にある山岳部道路では最も工夫された道路の一つとして、 見られてきた。1950年代ロックンロールのヒット曲、ホットロッドリン・カーンは、後の1970年代にコマンダー・コディ・ヒズ、ロスト・プラネット・エアメンがカバーした曲だが、この丘で実際に行われたレースのことを歌っている。この歌の歌詞は、後のバージョンでは、サンペドーロやグレープバインなど、様々に言い換えられたが、原曲が残されている。 この道路の頂点では、アメリカ国道95号線と同195号線に接続している。1975年から1979年に建設された新しい4車線の国道95号線は、東側は直線に近く、急な下り坂でその後に南西に転じており、全長は約7マイルである。どちらの道路も、 ルイストンとクラークストンを呼び、周辺地域の素晴らしい景観を楽しむことができる。設立頃の人口以下は2006年の国勢調査推計による人口統計データである。ルイストンには、ルイス・クラーク州立カレッジがある。公立の中等教育学校としては、ルイストン高校、ジェニファージュニアハイスクール及びサカジャウェア・ジュニアハイスクールがある。小学校は7校ある。 ルイストン高校は、州内大規模校である 5A の高校である。そのマスコットは、ゴールデンベンガル、スクールカラーは、紫と金色である。ルイストンの教育学区は、アイダホ州内最古のものであり、1863年から始まった。ルイストンとクラークストンの景観ルイストンでは春に、ドッグウッド祭が開催される。この祭りは、 祭りの期間に香り高い花を咲かせる、花水木にちなんで名付けられた。この祭りから間もなく、花びらが雪のように庭や通りに散らされる。夏の終わり頃に、ホットオーガストナイトが開催される。この祭りでは、38スペシャル、エディマネー及びラバーボーイなど1950年代から1980年代のミュージシャンによる曲のコンサートがある。 クラシックカーのショーの後、メインストリードで夜のパレードがある。秋には多くの箱柳の綿のような種を放ち、空中や通りに散乱して雪のように覆う。街のクリスマスは大型の祭りとなり、中心街では多くの光の装飾が行われる。元は、ジョハン DCC 線シーシーの邸宅と牧場があった場所、現在のロコモーティブ公園では、 中央に引退した蒸気機関車92型とキャマスプレーリー、鉄道車商社が展示されていることからこの名があり、感謝祭から大晦日まで大樹や歩道が明かりで装飾される。これらの行事は商工会議所が講演しており、展示物が印象的なので多くの観光客を引き付けられている。クリスマスと復活祭の季節、ルイストン青年会議所が ルイストンヒルで光の展示を行い、近く渓谷のどこからでも見ることができる。この展示は星と十字架の形に配置された通常の電球の長い帯でできている。同じ光の帯が双方の展示で使われ、灯される時は各シーズンとも24時間灯っている。ルイス・クラーク州立カレッジは毎年死との共同で5月にアビスタナヤワールドシリーズを 9月に、ルイストンラウンダップを開催している。ルイストンラウンダップは、ビッグ4あるいはビッグマネー4のメンバーであり、また職業ロデオカウボーイ協会のロデオでは50欠に入っている。ルイストンは1952年から1974年まで、ノースウエストリーグのプロ野球チームが、本拠地にしていた。ルイス・クラーク・ブロンクスは、 フィラデルフィアフィリーズ、カンザスシティアスレチックス、セントルイスカージナルス、ボルチモアオリオールズ及びオークランドアスレチックスなど、多くの上位チームの参加だった。1967年の支配下登録では、カンザスシティアスレチックスの選手とコーチの40%が、ルイストン在だった。その中で、レジー・ジャクソンが最も有名な選手である。 ミスター・オクトーバーと呼ばれたジャクソンは1966年にルイストンで20試合に出場した。その他にも、リック・マンデー、監督のジョン・マク・ナマラ、バート・キャンパネリスなどがいた。財政危機が続いた後で1975年1月に球団は解散された。その後6月にアイダホ州南西部のボイシエーズとして再登録され、2シーズン活躍した。 ありがとうございます。